ごゆっくりお楽しみください。こちらスターバックスの新作ドリンク3種コーヒーエイドライムとオーツミルクアーモンド、そしてモモフラペチーノ、さらにはアールグレイミルクリームドーナツ、エビアボカド、アールグレイコピーチケーキを食べたいと思います。今年は桃と紅茶が多い夏のステーブルですね。すっきりさっぱりとできる商品が多いのかもしれません。それではチャンネル登録よろしくお願いします。早速エビアボカドパンパンパーニから食べていきたいと思います。エビアボカド、なんだか体に良さそうな雰囲気ですけど、実際どうなのかな。ではいただきます。ごちそうさまでした。最初に食べたエビアボカドは、ま、アボカドのまろやかな黒糖プリプリとした量食感が野菜のシャキシャキとよく合ってましたね。すみません、ちょっとで次に飲んだオーツミルクアーモンドラテは、アーモンドミルクもオーツも結構香ばしくて独特の香りがあるので、それが2乗になることでより独特になっているような、その気がしました。通常のミルクラテと比べると好みは分かれるかな。その次ピーチアールグレイケーキは、アールグレイのさっぱりとした味わいと桃の甘さはよく合っていましたね。ムースやゼリーなどが層になっているように、様々な食感が楽しめてよかったです。その次に飲んだコーヒーエイドライムは完全にライム味のさっぱりドリンクでしたね。コーヒーの要素はどこに行ってしまったんでしょうかと思うので、コーヒーとはまた違うかなと思いました。美味しくはあったんですけどね。でスイーツ系最後のアールグレイクリームドーナツは、スタバおなじみの甘さ控えめもっちり食感ドーナツで、を噛むと紅茶の芳香な香りが広がってくる、クリームがふわーっと癒しの香り味を出してくれました。紅茶が好きなのであればぜひ食べてほしいですね。で最後に飲んだピーチフラペチーノ、桃の甘さがかなり強くてガツンと冷たい中から主張していて美味しかったです。夏にぴったりのドリンクですね。というわけで今回食べたら飲んだ中だと、ピーチアールグレイティーケーキとピーチフラペチーノはどちらも桃の甘さ、そして冷たさや紅茶のさっぱりとした味わいを感じることができてとっても美味しかったので、今の2つを代表として5点とさせていただきます。あなたがもし桃がお好きなのであればぜひ食べてください。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。